はですね、私ちょっとフリマに行ってみたいなと思って、今までなんかたまたまフリマに出会うみたいなことはあったっちゃったんですけど、ちゃんとこうフリマ行こうと思って行ったことがなくって、それずっと行きたいなと思っていて、ちょっと天気が怪しいんですけど、やってるかな、大井競馬場のフリマに行こうかなと思っております。初めて行くからちょっとどんな感じかわかんないんですけど、なんかネットによると結構最大級ぐらいのとてもたくさんのこう出品者さんたちがいるらしくて、そう、まあ、なのでどういうものが置いてあるかももちろんわかんないんですけど、なんかいいものがあったらいいなみたいな感じで、今日はちょっとフリマの Vlog 撮っていこうと思います。ちなみに今日ルナちゃんと一緒に行くので、駅で待ち合わせて、そこから会場に向かって、その後もなんかちょっとカフェとかできたらいいねっていう風に話しております。ちなみに本日はこちらの花火をちょっとつけてみました。あ、ちょっとパソコンが、この前撮影で一回使って、そこから使ってなかったんですけど、なんか今日のファッションに合いそうかなと思ってつけました。あと髪の毛もめっちゃ久しぶりに結構がっつり巻きましたね。全部内巻きにしてみたんですけど、なんか全部内巻きにするとすんごいボリュームが出て結構可愛いかも。今まで私外巻きしかあんまりやったことなかったんですけど、今回ちょっと初の全部内巻きでやってみようと思ったら、意外となんかいい感じじゃないと思って、今日はこんな感じでお送りします。じゃあちょっともうそろそろ出なきゃいけないので、早速大井競馬場に向かいます。レッツゴー。やや振りだね。私が指します。あ、ありがとうございます。ありがとう。全然です。イエーイ、合流しました。ルナちゃんです。お久しぶりです。ね、めっちゃ久しぶりだよね。マジ前回多分動画出たのはディズニーだもんね。あれめっちゃ前ですよね。めっちゃ前だと思う。もう1年ぐらい経ってるんじゃないかな。え、ですよね。うん、普通に、うん、あの時秋冬でしたもんね。なんかちょっと寒かったような気もする。寒かった気がする。ですよね。ジャケットを着てたよ。いや、私もその気持ちです、ね、その気持ちです。その気持ちです。今日はフリマに行きたいと思います。行くのだ、フリマとか。いや、あんま行かないです。あんま行かない。うん、私も全然行ったこと。あ、なんなら初かも。来た。あ、ほんとだね。方が人とか多いんかな。え、でもなんか私サイトで調べた感じ結構広そうな。ね、なんかそう、室内もあった。あ、室内もあるんだ。多分そう。ちょっと今やや降りで天気が悪いんですけど、ちょっとドキドキする。頑張って探そうね。そうですよね。ちょっと巡りましょう。え、なんかさ、欲しいものとかある？狙ってるものとか。え、なんだろう。でもやっぱ冬服、そうだよね。なんか急に寒いもんね。うん、ちょっとライトのアウターとか確かに欲しいけど、何があるかマジで分かんない。分かんない。それとかありそうじゃないですか。ありそう、ありそう。お付けを見たいね。はい、見ながらインテリアとかね。じゃあ着いたので見ていきたいと思います。え、すごい。めっちゃフリマって感じじゃないですかね。もうザフリマみたいな。ザフリマだよ。あんなって、え、かわいいじゃん。え、バッグとかさ、読みました。え、400円だよ。え、すごい。ファンとかもあるんだね。バッグも欲しいんですよね。ね、欲しいよね。なんかさ、ちょっとヴィンテージっぽいのとか。こんなに雑に。フリマって感じ。すごいね。まだこれ1店舗目でしょ。そうですよ。うわ、そう。かわいい。なんか靴とかもバラバラになってる。探すのか、本当だ。探すの大変じゃん。やっぱなんか冬だからさ、ファーが目にいっちゃう。ですよね、わかります。ファーが目にいっちゃう。ファーに目がいっちゃう。ファーが目にいっちゃう。ファーが目にいっちゃう。かわいい帽子。ちっちゃ。ネクタイめっちゃある。え、思いました。
雨すごっ。結構可愛い。サングラス。サングラス。ありがとうございます。地味中なんで、結構度が入っちゃってるんで。あ、土入りなんですね。うん、なんかでもかっこいいかっこいい何でも似合う。へえ。安っ。あ、かっこいいです。なんか持ってそうですけどね確かにこれ耳の形すごくないですか。え、ほんとだ。仕掛けてみてよ。待て、狭あ、でも可愛い。意外と、うん、あ、意外と。耳どうなってんの。そうなんですよめちゃめちゃ狭い。でも可愛い形。可愛い。はい、イエーイ、ゲットしました。何ですか、それ後で紹介するんですか。紹介しようかな、じゃあ帰ったら。本当にありすぎて怖いですよね、うん、どこ見ていいか分かんなくなりますよね。分かんない、本当に。ちょっと色々見ていきます。行きましょう。かわいい。300円だよ。え、どういうこと。絶対かわいい。これ試着してみるみたいです。試着して、かわいい。ありがとう。300円の。300円、やばい。どうなんだろう、ちっちゃい。あ、でも、あー、ちょいピチ。え、でもかっこいいですよ。え、めちゃめちゃ似合います。本当に。うん、どうですか、さすがにちっちゃすぎ。腕とか、でも竹はいいですよね。ちょっとちっちゃいのも好きなんだよね、うん、でも中からさ、こういうの着ればさ、うんうん、全然。どうしよう。でも300円ですよ。300円だよね撮りましょうか。もう表柄いかついかな。どこに表柄。え、でも逆に可愛い。本当。てかそんなの分かんないですよ、見えない。なんかこの辺でチラ見えぐらいのレベルなんで。買おうかな。300円だよね、うん、買います。安っ。確かに白い生きてる。やばい。かわいいですよ。2泊3日なんなら行けます。行けるかな。でかす
すぎて持ってきたカバン入れました、カバン。バックインバックしてます。バックインバックやばい。ちょっとすごい雨が途中で結構降ってきたんですけど、いろいろ回ったよね。全部回ったよね、多分全部見ました。ちょっとなんかどこ行ったか分かんなくなっちゃって。そうなんですよ、どこ見たか分かんなくなる。あれだよね、多分晴れてたらいっぱいあったんだろうね、もっと。そんな気もしますね。でもお店の人も大変そうでしたね。大変そうだった、めっちゃ楽しかったね。楽しかった。今からはちょっとカフェに、はい、行きましょう。お腹空きすぎました。お腹空いた。やばい。東京の方に向かいます。はい、ということで帰ってきました。もう雨で髪の毛は終わってますが、フリマでゲットしたものを紹介しようかなと思います。多分雨だったからもうちょっと本当は栄えてるというか、お店もたくさんあったのかなと思うんですけど、まあ、お洋服もあったし、小物系とか、なんだろう、こうちょっと雑貨系とかもたくさんありましたね。合計4点かなゲットしたんですけど、まず1つ目がじゃん、こちらのシャツをゲットしました。バーバリーチェックのシャツなんですけど、なんかタイトめなシャツが欲しくて、やっぱいつもちょっとオーバーサイズなものを選びがちだったんですけど、今季はちょっとこういったものも着てみたいなと思っていて買ってみました。試着できなかったのでちょっと心配なんだけど、入るかな。ちなみにこれはね2000円でしたね。2000円のチェックシャツ、あ、いいんじゃない、こんな感じ。ちょっと袖は短めですが、でもいい感じ、丈感もいい感じ。あ、嬉しい。袖のボタン閉まんないかもしれないけど、こんな感じでまず1点目チェックシャツ買いました。では次2つ目がじゃじゃん、こちらでございます。なんか超派手なんですけど、これレザー、またレザーなんですけど、これもタイトめなジャケットをゲットいたしました。でしかもこれはなんと300円っていう超破格な価格だったのでゲットしてきちゃいました。かわいい。300円はやばいな。一応ここも締めれるんですけど、このシャツに合わせてもいいかも。もうちょっとこのヨーガラットチェックが見えちゃったらめちゃめちゃ派手だけど、でも一緒に合わせてきたりとかしても可愛いかなと思います。300円はマジで安すぎて、ほんとね、なんか100円とかもあったし、マジで安くてびっくりって感じです。そして続いてがじゃじゃん、こちらの T シャツをゲットしてきました。このね、赤のボーダー、細かいボーダーの T シャツなんですけど、これも割とピタッと目ですね。これさ、私買うときさ、これはちなみに200円だったんですけど、これ買うときなんかおじさんに、あ、これお願いしますって言ったら、2人ぐらいおじさんがいて、1人のおじさんはまあ普通に接客してくれたんですけど、もう1人の人が、ね、これ子供用だねとか言ってめっちゃ笑ってきて、あ、着れないですかねとか言ってたら、あ、お姉さん着るのこれみたいな、めっちゃボタンされた感じで言われて、ちょっとそこが嫌だったんですけど、まあでも可愛いので買ってきました。1回着てみます。着れました。いやー、よかった、着れて。まあ着れないことあんまそうそうないかなと思って買ったんですけど、結構ぴったりめな T シャツです。半袖なのであれなんですけれども、まあなんかスキントップスとか重ねてもいいかなと思うし、上からねアウターとか着て、まあ、まだギリいけるかなと思うので、こんな感じで赤の T シャツ、ボーダーの T シャツをゲットしました。なんかこのプリントの感じも可愛いし、この赤っていうのも可愛いし、でこの首元もちょっとフリルっぽくなっていて、そこも可愛いなと思ってゲットしました。ラスト4つ目がじゃじゃん、こちらのバッグをゲットいたしました。こんな感じのバッグです。一応これラルフローレンのバッグなんですよ。結構大容量ですごい使いやすそうだなっていうのと、あとはこのレザーの質感というか柔らかさもすごい良くて、めちゃくちゃ柔らかくなっているのですごい使いやすいなっていうのと、まあ、このデザインもシンプルで可愛いしいいなと思ってこちらをゲットしてきました。こんな感じで肩からかけられるバッグです。
これは最初お店の人にこれいくらですかって聞いたら、まあ、3500円かなっていうふうに言われて、フリマなので値切るのが醍醐味かなと思って3000円でって言ってたんですけど、3500円は欲しいけど、まあ3300円でいいよって言われたんですけど、でもそれでも私は3000円って言っていたら、3200円って言われて、まあ1200円でもいっかと思ってゲットしました。ということで今回ゲットしたものはこちらでございました。合計でほんと5000円ぐらいでゲットできたので、とってもいいお買い物ができたかなと思っております。まあ、なんかまた天気いい時とか他のフリマとかにもちょっと行ってみたいなって思うので、またもし行く時があったら動画撮ろうかなと思います。そう、ルナちゃんもね一緒に行ってくれて、ルナちゃんもいい買い物ができたみたいでよかったです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。